なんかゆうパック来たんですけど。来たな。さすがに。何が？いや、じゃあこれちょっと靴だったら100万もらっていい？さすがに頼もうか無理じゃない？なんか来たでー。なんかでかない？誰って書いてる？正義だね。正義？やっぱ正義だな。あれ？正義じゃん。俺なんだ。なんか頼んだっけ？あ、靴ではないか。靴ではないでしょ。スニーカーと衣類。おいおい。え？そんなわけないよ。靴なんか頼んでないでしょ。いや、俺もう怖いわ。これでほんまそうやったら。だってなんかの間違いであってほしい。いや、そう。これ以上ここ1ヶ月で何個買ってんの？おーい、ちょっと待って。見せなさい。おい、逃げんな。過去。まあ。何よそれ。隠密に。おい、おい。許してやろ。おい、こら、おい、こら。おい、お前。おい、おい、お前、そっち側行くな、お前。冷静に待って。違うのよね。これ、今回ちゃんと怒られそうなの。2個。は？何やってんのマジで。だから嫌だったのよ今回は。いやこれはひどい。今回ばっかしは嫌だった。コンバース2個。この中身は次回のサブちゃんということで。おお。だけどもう許せないから。あ、2個はおかしいだろ。謝罪して。何の謝罪なの？そんなに足ないじゃん。じゃあ弁論させて。履いてるじゃん。弁論するよ。1個5000円とかだから。いやいや、だから何？で、1万円以内だったら何個でも買っていいとかいうルールない。だから俺高いの買ってないんですよ。尻も積もればでしょ。量がすごいのよ。尻の量がでかすぎんのよ。飽きるのよ、一回入ったら。うわ、やばい。うわ、もうやばいぞ。怖いよ。この段階はもうやばい。だってもう、なんか、めっちゃ買ってるのになんか。ちょっと履いてないのよ。一部の靴しか見てない。履いてないから。そう。いや、とうとう、ここまで問い詰めやるようになってしまったかもね。で、なんか横流しで強兵に入ったりしてる。あ、そうじゃん。みしいからこれ何も言わないんだ。何も言わない。そうやるよとか言って。じゃこいつはもう自分からもうこれいらなくなったらちょうだいみたいな。予約して。金持ちの先輩後輩で。よーですとか言って。ないもん。もうこの前買った靴箱もう意味ない。じゃあ分かった。俺が靴箱代出しますよ。当たり前だし。一回全部楽しんでから買いなさい。見たら楽しいんだ。ほらもう怖い。コレクションみたいになってる。コレクション怖い。じゃあもう分かんないんだって、この俺の気持ちが。じゃ夢なのよね。あ、夢なんだ。夢だ。今夢だって分かったわ。いいそういうのも。でっかい靴箱にもう大量に並べてあって、これは俺のなんだって誰かに紹介したい。俺が育った環境が悪いというと、誠さんとか見てるからさ。じゃあ、あんなもん見るな。参考にしちゃいけないよ。あんなもん参考じゃねえ。誠さんの背中を見て育ってるから。じゃあもうなんかもう基本的にやばいじゃん、量が。いや、やばいよ。まあやばいけど、あの人は高いのの量がやばいわけです。俺は安めのやつで量多いから別にいいんですよ。ダメです。いいわけねえだろ。いいわけねえだろ。いいねえわ。とりあえずくれよ。いいのよ。もういいんです。ああ、もう終わった。終了した。もういいんです。